幸せ上々都の城。今回はリニューアルオープンした関濃公園を紹介する第1弾です。こちらは南九州初のスノーピーク直営のキャンプフィールドでもあるんですよ。店長の田中さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は関濃公園全体がリニューアルされたんですね。キャンプサイトも100区画ご用意があり、道具をお持ちでない方もキャンプを楽しめる手ぶらキャンププランもご用意しております。関濃の滝への入り口にもカフェができましたよね。はい、都の城さんの食材をテーマにしたスノーピークカフェ都の城もオープンしております。駅から見る風景は本当格別な場所になっております。宿泊はキャンプだけではないんですよね。建築家の隈研吾さんと共同開発した重箱っていうトレーラーハウスで楽しんでいただいたり、あとコテージではデッキの上でバーベキュー楽しんでいただけます。本当に全てがリニューアルされたんですね。こちらの管理棟はスタッフの泉田が紹介します。うわー、すっごく店内広くなってるんですね。はい、こちらがスノーピークのショップになっています。テントはもちろんキャンプ用品や衣類まであるんですね。はい、極めつけはここでしか購入できない限定グッズです。スノーピーク都の城のロゴが入ったエコカップや車やコンテナにぴったりなロゴステッカーがございます。そして今私が着ているのが庄内川の桶群をイラストしたここだけの限定 T シャツです。関濃公園ならではのイラストですよね。管理棟の隣にはこちらレストランブルーバードダイニングがございます。関濃の景観を眺めながらモーニング、ランチ、カフェ、ディナーをお楽しみいただけます。こんな風にテイクアウトでドリンクを購入してこちらのソファーに座ってゆっくりと桶群を楽しむことができるんですね。外のデッキでは焚き火が楽しめますので日が暮れてからの関濃の景色を堪能していただけます。皆さんもそれぞれのスタイルで関濃公園を満喫してください。都の城市の提供でお送りしました。